皆さんおはようございます。ヨッシーです。本日もレーシングマスター、略してレーマス、やっていきましょう。皆さん今日もよろしくお願いします。ということで本日の動画なんですが、皆さんこちらの背景をご覧ください。シビックタイプ R、 このマシンですね、ただいまのイベントでゲットすることができます。無料でゲットできるレジェンドマシーン、たまんないね。無料って最高って、前回のイベントでもこちらのシビックタイプ R ゲットすることができたんですよ。で、前回ゲットをしていただいた方はですね、今回のイベントで一突することができます。なんとレジェンドマシンを無料で一突することができるという最高にハッピーなイベントです。で、まあ、今回のイベントでゲットした人もこのシビックについてね、今回知っていただきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。この動画が少しでもよかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ということで早速やっていきましょう。はい、それでは早速やっていきましょう。ただいまのイベントハロウィンナイトにてシビックタイプ R をゲットすることができます。一応知らない方のために入手法をお話しでいきますと、このトリックはトリートというところで、キャンデーを集めることによってキャンデー20万にてですね、このシビックタイプ R をゲットすることができます。最高です。無料でいただきます。で、このマシン無料のレジェンドなんで、まあ実際どうなんですかヨッシーさん、強化パーツもあんまりないから、あんまり育てない方がいいのかなとかね、そういった疑問があると思うんで、今回ねその疑問にしっかりと答えていきますんで、ぜひね、皆様最後まで見ていってください。キャンディーの入手法に関しましては、私ね、イベントの動画上げております。完全攻略か完全解説か忘れましたけれども、そういった内容で出しておりますんで、ぜひともねそちらを見ていただければですね、なんとなくわかると思うんで、しっかりとそこでご確認ください。ではね、こちらのシビックタイプ R について今回しっかりと深掘りしてやっていきましょう。それではシビックタイプ R についてやっていきます。こちらのマシンですね、スポーツ枠のマシンになっております。この左上にいますね。今ですね、私の場合だと、まあ、前回のイベントでゲットして、今回のイベントで一突できたというところですね。で、まあこれね、イベントの進行度もそうだし、やり始めた時期によっても、これが凸が進んでたりとか、進んでなかったりすると思います。で、この先ね、いつ凸がさらに進んでいくのかっていうのはちょっといまいちわかんないんですが、まあこの感じで言うと、またね、イベントごとにこうやってシビックが強化入ると思います。でもね、この一凸ってね、めちゃくちゃ速くなったんで、まあそれについても語りたいんですよね。で、このシビックについて一度動画出したんですよ。で、その動画の時は、ちょっと待ってくれ、強化は一旦待つんだみんな、っていう動画を出したんですよ。それがなぜかというと、やっぱりこのゲームって強化パーツが手に入りにくいじゃないですか。なので、一旦待ってくれよみんな、っていう意味でね、動画を出させていただきました。で、今の状況だったらね、マジで強化していいと思った。うん。この一突している状況だったらマジで強化していい。マジで強いです。マジでこの無課金さんにね、特におすすめしたい。うん、最高ですね。なので、今のシビックは、しっかりとレベル5オールにして大丈夫です。マジで早いんで、皆さんぜひね、こちらの方使っていただきたいなって思います。で、突進んでなくてもどうなんだいっていう話になると思うんですよ。突が進んでいない場合はですね、まず皆様、ご自身のスポーツ枠のマシン、そのマシンたちが、レジェンドマシン何台いるかによって変わってきます。6台以下だったら、シビック強化して OK です。ただ、6台以上持ってるなら、一旦シビック強化しなくてもいいかなって思います。後に強化回してもいいのかなって思います。まだシビックが無凸でレベル上げようかどうか悩んでいる人は、自分のスポーツ枠のレジェンドマシンの数、ここでね、判断していただきたいと思います。まあ、6台以下だったらね、しっかり強化して使っていただければね、十分に早い。マジで早いんでね、ぜひ使ってみてください。それではね、実際に走らせながらね、このマシンの特徴とお話ししていきます。ちょっとさ、走らせる前に、話すところ、忘れてる部分がありました。皆さんすいません。
改造方針についてお話しさせてください。はい、私が使っている改造方針はこちらの方になっております。まあいつも通り言うんですけれども、このエンジンに関してはタイムアタックで、まあ、それぞれ考えて合わせた方がいいよっていうところですね。ランクマッチで使うならバランス型がいいのかなっていう風になってますんで、まあ、参考までに使ってみてください。これやっぱね、やるのとやらないとでは結構ね速さ変わってくるんで、ぜひね、いろいろ試しながらやってみてください。いろいろ迷ったらやっぱこのおすすめをしたりね、おすすめで皆さんが使っているやつをいろいろ使ってみるとね、いいのかなって思いますんで、皆さんいろいろと試してみてください。ちょっと忘れちゃってごめんね。では走らせていきます。はい、それではね、シビックタイプ R の使い方について少し解説させていただきます。こちらのマシンですね、前輪駆動のマシンになっております。まあ、前輪駆動のマシンなので、このように赤取りしてもですね、まあ少々遅くなりません。うん、だから結構扱いやすいマシンではあるんですけれども、うん、やっぱりね、でも赤取りするよりもなるべくなら、緑から、オレンジキープで走った方が早いですね。うん、なのでこの赤キープよりもなるべくならちょんちょんちょんと、緑オレンジキープ、うん、このような安定した走りをしてあげた方が、かなり早いです。はい、なのでちょっとね、使うときは覚えておいてください。はい、このように深いコーナーだと、あ、別にね、赤取りしても構わないんでね、まあ使いやすいよね、安心感、少しミスってもそんなにねやらかすことがないので、かなり安心です。はい、なので誰でも使いやすいマシンにはなっております。まあ極端に赤取りすると遅くなっちゃうんで、そこは注意が必要なんですけどね。さあ、こことかね、しっかりと速度落としていくと、うん、いうことで、しっかりとこの緑からオレンジをキープして曲げてあげるという感じですね。こういう使い方をしてあげるとかなり早いんでね、皆さんぜひ使ってみてください。はい、ということで、せっかくなんでランクマッチで使っていきたいと思います。ランクマッチでもね、しっかりと戦うことができるんで、皆さんねぜひ、使ってみてください。どこだここは。結構ね、雨のとこでもね安定するんすよね。うん、なんでね、めちゃめちゃいいですよ。うん、あ、ちょっと緊張しちゃったな今スタートで、ごめんなさいね。はい、それではやっていきましょう。シカゴのストリートビューですね。雨です。うわ、滑るー。で、このように滑ったとしても、はい、皆さん見てください。赤取りしても早いんです。はい。それが安心感。やっぱこのシビックちゃんの安心感半端ないね。このようにちょっとね、あ、やべえ、やらかしたと思っても、まあ、しっかりとね、速度をね、うまく保ちながら走ってくれるんで。で、あとこの加速速いんだよね、意外と。うん。意外と加速速く走ってくれるんで、そこら辺もいいなって思って、このマシンが無料っていうのがさ、ちょっと信じられないよね。よし、信じられない。うん。太っ腹やで。運営さん、ほんと太っ腹ですね。ありがたいです。うん。で、まあ、この一突もできているんで、大体ね、勝てます。ちょっとインから曲がっちゃった、もう。インから、あれ、ダメだよ。インから曲がっちゃダメです、皆さん。ごめんなさいね。インから曲がったら遅くなっちゃうのダメなんですけど。見て、この加速。うん。このようにですね、しっかり加速するんですね。たまんねっすわ。うん。なんかこう、ゴリ押しですね。はい。このようにストレートでゴリ押ししてる感がたまんないっすね。なんか性格悪いな、そういった考え方は。よろしくないな。うん。まあ、こんな感じですよ。本当にいいマシンなんですよ。はい。なんでみんなもね、一度ね、このマシン使ってほしいなって思います。はい。無料だからってさ、微妙じゃんって思うじゃないですか。ところがどっこいよ。無料なのに、こんだけ速いって、やべえですよね。うん。そう。多分ね、みんな驚いてるわ。やべえって、シビックってこんなにすげえんだ、みたいなね。あ、ぶつかった。ぶつけたくはなかったですね。うん。ぶつけたくはなかった。はい。安定感がたまんないです。はい。このようにですね、まあ、しっかり赤取りもうまく使いながら行きましょう。はい。まあ、特に雨だとね、滑っちゃうんで、この滑りをね、うまく利用してね、走ってあげると速いですね。はい、このようにですね、加速が速いと、ビューンと走ってくれるんでね、かなり速いマシンになっております。さあ、皆さんもね、しっかりとランクマッチでも使ってみてください。はい、ということでね、今回はこちらのシビックタイプ R をご紹介させていただきました。無料でゲットできる最高ランクレジェンドマシン、素敵。無料でゲットできるって、しかも一突できるから。で、一突するとマジで化けるんで、皆さんぜひね、使ってみてください。
ということで、本日の動画は以上になっております。皆さん最後まで見ていただき誠にありがとうございました。いや、このシビックが好きでさ、このマシン動画にしたかったんだよ。念願の動画にできた。ちょっとネタがないかなって思ったらね、ちょっとこういう風に差し込んでいくんでね、皆さんね、ぜひまた次回ご覧ください。で、この動画が少しでもよかったらチャンネル登録、高評価の方ぜひよろしくお願いします。そうするとヨッシーの元気が出ます。ということで、また次回お会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。